皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、尖閣諸島周辺で映像配信を行おうという動きが国会議員の中で起こっているので、このことをお伝えしようと思います。なお、尖閣諸島は日本の領土なわけですが、中国や台湾も同様にして、いやいやそれは日本の領土ではないですよということを言っています。そして中国においてはその主張にプラスして、実際に我々のものだという主張を裏付けるために、中国海警の大型船を入れ替わり立ち替わりこの海域へと派遣し、日本の海上保安庁との睨み合いなどが何度となく発生しています。状況はすでに危険な状態にあるわけですが、日本政府の対応というものは非常に後手後手に回っており、この先非常に不安な状態です。なぜそのように政府が対応できていないのか、そのあたりの情勢解説なども後半では行っていきましょう。それでは、尖閣諸島周辺での映像配信を行おうという動き、どのようなニュースとして流れているのか見ていきましょう。尖閣映像配信計画を正式発表。安保議員協議会。国会議員らで作る安全保障議員協議会。会長が久間元防衛相などは30日、尖閣諸島の現地映像をインターネット上で配信する計画を正式に公表した。映像配信を島内の環境調査などにつなげ、世論喚起を図る狙い。記者会見した同協議会の石崎衆議院議員は、政府の対応に任せるのではなく、国民全体で考えていく環境を作りたいと述べた。久間氏は、若い世代にも関心を持っていただくのが第一の目的。なぜ守るのか一緒に考え、行動してもらいたいなどとするメッセージを寄せ、現地を視察する考えも示した。映像配信計画について、加藤官房長官は22日の記者会見で、地域の安定的な維持管理という目的に照らして、適切に対処するとして、慎重に対応する見解を示した。これに対し、石崎氏は、政府も世論喚起を考えないといけない。活動の中で政府にも違う行動を考えてもらえることを期待していると述べた。計画では一般社団法人国際平和戦略研究所代表理事久間氏が運営主体となり、尖閣諸島等情報センターを設立。尖閣諸島周辺の上空からドローンで撮影した映像をネット公開する。今年秋の録画映像配信を目指し、ライブ映像配信も検討する。撮影費や人件費などに月数千万円かかる見込みで、クラウドファンディングを活用して一般から寄付金を募る。平成24年9月の尖閣諸島国有化前に購入を目指した東京都の石原慎太郎知事が呼びかけて集まった寄付金を保有する東京都にも協力を呼びかける。同協議会は将来的には尖閣諸島だけでなく、外国勢力の圧力にさらされている他の国境離島についても同様の活動を行う方針。まずこのニュースの最大のポイントは、何といってもこの活動を行うのが日本政府ではないという点です。日本政府はこの尖閣諸島に上陸することそのものを全く許可していません。民間人の上陸についてもそうですし、また行政の人間にしても上陸を許していません。例えば石垣島の市役所に勤めるような公務員ですら尖閣諸島に上陸することは叶いません。このあたり日本政府がかなり日本人自身を締め出しているという異常な状態になっています。ですから今回の活動というのも、尖閣諸島に上陸してライブカメラを設置してそこからのリアルタイム配信をしようというわけではなくて、周辺海域に船を出してそこから撮影するというお話です。そして最初の頃は技術的な問題なのでしょうが、録画した映像を島に持ち帰ってからネットに流しますよという話で、リアルタイム配信ではありません。将来的にはリアルタイム配信を目指しますよと言っていますが、実際そこまでいけるかどうかはわかりません。このような動きが出ているのは、何といっても先ほども述べたように国が全く対応していないからです。例えば過去自民党は尖閣諸島に公務員の常駐といったことを一つの政策として掲げていましたが、現在ではそのような政策を全くなかったことにしてしまっています。これは大きな間違いです。中国はそれこそ自分の領土だということを言い張って船を出しているわけですから、彼らが目指しているのは実効支配であることは間違いありません。ですから日本がすべきなのは、それこそ実効支配の一番わかりやすい例として、尖閣諸島に施設を建て、そこの施設に人間を配置することです。危険性から言って公務員が一番いいわけですが、以前の私の動画の中でも言いましたが、別に民間人でも問題はありません。安全性から言えば、自衛隊員のような人間が武装を持った上で常駐するのが一番備えとしてはいいわけですが、危険を覚悟した上でのボランティアを
常駐させるという案も良いでしょう。その点に関して私は以前、尖閣諸島に住む場所とインターネットと、まあついでにネットショッピングしたものを運んでくれる足さえ用意してくれれば、私が住んでもいいよというお話をしました。そのこと自体は別に私も今気持ちは変わってはいません。しかし、そのような対応というものを政府が全くせずに、誰も上陸させないよということを言っているから、今回のように民間の中から映像配信を行うことによって、より多くの人に尖閣諸島に関心を持ってもらおうという、そのような回りくどいことになってしまっているのです。それではなぜ日本政府が全く動かないのでしょうか。このあたりの解説も行っていきます。7月1日、中国共産党は創立100年ということで、大々的なお祭り騒ぎを行っていました。そこに多くの日本の国会議員らが祝辞を行いました。過去の動画においては私は、親中派の議員らが祝辞を送ったよという話をしましたが、その動画の公開以後においては、立憲民主党の枝野代表が祝辞を送ったことを明らかにしましたし、また、かねがね私が親中派ですよということを指摘していた自民党の二階氏や、また公明党の山口代表なども中国共産党に対して祝辞を送っていることが明らかになっています。このようなことから何が明らかなのかといえば、それは日本は与党も野党もどちらもそうなるですが、中国共産党とべったりくっついている議員たちというのがたくさんいるという事実です。例えば日本政府が親中派の議員を全くいない状態であれば、尖閣諸島にさっさと上陸して守りを固めようという話でまとまるわけですが、公明党のような与党の一員である党からもすでに中国べったりな状態ですから、反対運動というものが水面下で行われていることは間違いありません。そして自民党自身も親中派の勢力というものが非常に大きいわけですから、中国に対する動きというのが非常に鈍くなるのも致し方ないというわけです。もちろんこれは明らかに日本の弱点となっています。このように日本政府が動けない状況というのは議員勢力から見てもお分かりでしょう。しかし日本政府がすべき策というものは様々あって、それらの一つでもいいから行うべきです。尖閣諸島を守るための方策というのはすでに様々なところから声が上がっています。その方策として主に挙げられるものとしては、まずは公務員の常駐、これがまあ一番良いわけですが、これ以外にも様々あります。例えば常駐するのではなく、たびたび人が上陸するような機会を設けるべきだという話です。尖閣諸島には以前日本人が住んでいたので、その名残を受けて墓なども残っています。この墓参りを行いましょうであるとか、墓の手入れをしましょう、もしくは島の装飾物についての調査を行いましょう、もしくは行政管区の一環として現地を調査しましょうといったことなど、様々な理由をつけて上陸するという件です。私はこの案としては非常に穏当な案なので、ぜひとも採用すべきだと思います。また一方で、そのような穏当な策ではなく、一触即発の事態を招きかねない、しかし中国にとっては非常に強いメッセージになる解決策なども提唱されています。それは尖閣諸島周辺における機雷の設置です。この案に賛成する方たちのもいるわけですが、実際に行うとすればかなり危険な状況になるでしょう。なぜならば、機雷を設置することによって、例えば中国海警の船が沈んだとします。その時当然のように犠牲者が出るわけですが、その犠牲者というのを中国共産党は大いに利用するでしょう。なぜなら中国共産党にとって人命の損傷というのは別に気にすることではないからです。一般的な話として日本であれば、人命が多く失われるような事態が出れば、それは政権への大きな打撃になります。それこそなぜそんな危険なことをさせたんだという政府批判が強まって、政府の力が揺らぐものです。しかし中国共産党の場合であれば、そのような危険性というものはほとんどありません。なぜならば、不平不満を言うのであれば、そのような人物を捕まえて刑務所に入れさえすれば、言論の封殺などは非常に簡単な国だからです。そして中国共産にとっては犠牲者が出る、そしてそれが日本側の仕掛けで機雷によって引き起こされたというのであれば、それこそ日本の側をいかにして悪く言うか、そのための材料として使うことができるわけです。そういった意味では機雷設置というのは、日本側で賛成する人がいる一方で、中国側もそんな下手な手に出たなと、しめしめと中国海警の船1隻2隻を沈まさせるくらいのことをさせるかもしれません。人命を失うことのその重大さというのが、日本と中国においては全くその価値観というものが違うことを考慮しなければなりません。また中国の話ですが、孫子の兵法的に言えば、戦わずして勝つというのが非常に重要なわけです。実際問題、戦闘に発展すれば、日本側の人命の損傷というものは政治的なリスクというものがあまりにも大きいわけですから、その前の段階、抑止力であるとか外交戦
戦争などにおいて勝利を目指すことが現実的なわけです。ですから機雷の設置というのはある意味賛成する人がいる一方において、実際に使うべき手ではないのです。それこそこれまで提唱されてきたような尖閣諸島に施設と人を配置するという非常に分かりやすく、それでいて今でも実施できる策というのがあるのですから、これを行うべきなのです。それができない背景となっているのは、今回解説したように日本の与党、公明党、そして自民党の中における親中派というのが非常に巨大な勢力になって政府の手足を縛っている。中国としては日本政府を蝕んでいくことこそがまさに彼らにとっての戦わずして勝つ戦略になっていると言えるでしょう。日本側ではこのような動きに対して、それこそ親中派の議員をいかにして選挙の時に脳を突きつけるかというのが重要になります。今回の動画で説明したように、日本と中国との違いというものは様々あります。人命の損傷に対してどのような政治的なリスクがあるかという点について今回は述べましたが、同時に選挙によってそのような親中派を排除できる仕組みというのは少なくとも日本側には選挙としては存在しているわけです。親中派ですよということを公言しているような国会議員らに対してはっきりと脳を突きつけ、そして批判の声を上げ続けるで、そしてそのことに対する賛同の声を広げていくということこそが、より多くの人たちに求められている活動だと言えます。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。